先週から今週にかけて札幌で駐車場などに止めてあった20台以上の車に引っかいたような傷がつけられた事件で、防犯カメラの映像から犯人の特徴が分かりました。今月25日から27日にかけて、札幌市白石区と隣接する豊平区の住宅街で、車のボンネットやドアなどに引っかいたような傷をつけられたり、サイドミラーを折られたりする被害がありました。被害に遭った車は21台に上ります。警察が付近の防犯カメラを解析した結果、犯人は若い感じの男で、耳が出るぐらいの短髪、黄色い上着にフード、暗い色のデニムのようなズボンに白いスニーカー、黒いリュック姿だったことが分かりました。警察は器物損壊事件として犯人の行方を追っています。